ジャスラック公式チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。作詞作曲家の岡島かなたです。今日は制作の裏側について少しお話ししていきたいと思います。作詞、基本的に、パソコンが中心になりまして、もう20代に入ってからは完全に、Mac にもう打ち込むっていうスタイルでやってまして、作曲は、私は、コライト共同作曲することがほとんどなので、スタジオで、プロデューサーの方と一緒にスタジオに入って、私はトップライナーというメロディーとか歌詞を担当することが多いので、もうマイクを持って直に歌でメロディーを、吹き込んでいくっていう感じのスタイルが多いです。割と一緒に入ってやる方が楽しいですし、あと自分のアイディアが良かったかもう一歩なのかみたいなフィードバックも結構その場ですぐいただけることがやっぱりその方が多いので、結構スタジオにみんなで入るパターンが作曲の場合は多いですね。大枠のテーマがあって、そうですね、曲を大体作って歌詞を載せるんですけど、ただちょっと私が皆さんと違うかもしれないのは、結構メロディーを載せるときに同時に歌詞も一緒に書くことは多くて、なんでメロディー単体でラララっていうよりは、君とじゃないですけど、その一緒にタイトルだったりとか、その歌詞に使いたくなるような言葉を、同時にこうもう出していくみたいなのが結構スタイルとしてあって、なんである程度そのメロディーを吹き込む時とかも、だいたい7割型は歌詞が入っているものをもうどんどん入れて、そこから歌詞としてより構築していくみたいなことが私は結構多いかもしれないですね。割と私は一人での作業は一番朝一にやるようにしてまして、なんか一番その01のアイデアを出さなきゃいけないとか、テーマ出しでしたりとか、どんな内容にするかとか、トップラインの一番最初のなんか原石の部分みたいなところはなるべく一番なんかフレッシュな午前中にやるようにしてまして、でランチ食べに行った後に結構現場に行くことが多いですね。割とレコーディングのボーカルディレクションでしたり、あとその作曲のコライトセッションを入れたり、打ち合わせを入れたりみたいな感じ で夕方にはもう帰ってきて家族の時間みたいな、で子供を寝かしつけしてから結構ディレクターさんとのやり取りでしたりとか、細かい歌詞の詰めだったりとか、そういうこと結構やったりしてます。スケジュール感に追われるみたいなこともあったりはされるんですか？多分常にだと多分納期がない人だね、多分それが職業作曲家だったり作詞家さんの多分 あり方というか定めだと思うんですけど、多分納期がないものはなくて、むしろ納期があるから作れるんだと思うんですよね。追われてないことはなくって、常にありがたいことですけどね、追われていて、追われているのにまたコンペとかに参加してより自分を追い込んでしまい、ああなんでこれやるって言っちゃったんだろうみたいなこととかも結構あったりしますけど、なんかその全てが楽しいみたいな感じですよね多分。あんまり正直意識したことないですね。なんか私多分本当に結構周りの方から感化されることが多分すごく多いと思うんですけど、多分なんかどれだけ結構前のプロジェクト、例えばじゃあ朝全然違うプロジェクトやっていて、午後違うプロジェクトってもう本当に日常茶飯事なんですけど、結構そのやっぱりプロデューサーさんとかそのマネージャーさんとかに会うと、もうなんかそのモードになるというか、なのであんまり気することはなくて、多分だからすごくその人から影響を受けやすいんだと思います。なのでどっちかといえばだから一人で作業するときにちょっと引っ張られやすい時とかはあるかもしれないですけど、一番そういう時に助けてくれるのがやっぱ結構曲でして、やっぱりそのトラックを聴いたりとか、そういうその曲を作るにあたってじゃあ、リファレンスを探したりとかしているうちに結構その切り替えられていくっていうところはあるので、やっぱり結構音だったり人だったりに多分すごく私は感化されて切り替えているのではないかなと思います。
数知れずで、まあ、特に印象に残っているのは初めてスウェーデンに行ってコライトキャンプに参加させていただいた時ですね。本当もう初めまして、その方のことは私は何も知りません。でもそのなんか今までのワークスとか聞かせていただいて、あ、結構こういう世界観書かれる方なんだみたいなのをこう感じながら、あ、じゃあどんなものを作ろうかってディスカッションして、こうコライトセッションっていうんですけど、その場その場でどんどんセッションしていくっていう感じですね。彼がもうその場でこうトラックを打ち込み始めて、一瞬でこうみるみるこう魔法のようにトラックができていって、でそのリズムにこう私もなんか感化されて、こんなタイトル、こんなメロディーどうだろうみたいなことをこうやり取りしているうちに、何のこうストレスもないままどんどんこう曲が出来上がっていくみたいな感覚をやっぱ初めて味わった時の感動みたいなものはやっぱ未だに忘れられないですね。良くないって思えば、うん、ピンとこないなってなるし、で、やっぱりなんか特にプロデューサーの方がピンと来てない時って、世界観が作れないってことになっちゃうので、あ、だったら全然大丈夫みたいな、私は感じになることが多くて、どちらかといえばトップライナーが2人いて、私はこういう世界観にしたい、私はこっちに行きたいみたいな時に、ちょっと、あ、なるほど、でも今回のグループには、それはちょっと、例えば大人っぽすぎるかもしれないとか、ちょっと洋楽的すぎるかもしれないとかいうところの、そのなんか、そうですね、価値観を合わせていくところで、少しなんかこう、一瞬ピリッとした雰囲気になることはありますけど、でも喧嘩みたいなのは一回もないですね。うん、みんなただいい音楽作りたくて集まってるんで、やっぱそれだけ本気ってことですからね。本当はゆっくり映画とか、本とか読みたいんですけど、なかなか時間が、ないのが正直なところで、でもなんか普段から結構意識しているのは、なんかそれこそ今日とかもそうですけど、なんか新しい方とお会いしてお話しする時とか、結構友人とのなんかこうちょっとした飲み会だったりランチとかで、なんか聞こえてくるやっぱりその普段の生活の話だったりとか、日々の悩みだったり人生の葛藤みたいなところが、そういうのが結構インプットになってまして、それがなんか本当に自分のこう図書館みたいなところにちょっとずつこう蓄積されて、必要に応じてそこから引っ張り出してくるみたいな感じでやってますね。ある意味そういう方とか、まあそれこそツイッターとかでもお見かけしますけど、あもうなんかすごくこうしんどい状況で今いらっしゃるんだろうなみたいな方とかに、やっぱりどこか向けて作っているというか、自分自身も音楽に救われてやっぱり生きてきたので、やっぱりまた恩返しをしたいというか、そういう方がいらっしゃるなら、まあ、自分の音楽を通じて何か、まあ、救いになるだったり、明日がちょっと楽しみになるきっかけに、まあ、なったら嬉しいなっていうのが一つの大きいモチベーションになっているので、そうですね、そこがいつもきっかけだったりインスピレーションではありますね。初めて著作権をこう、まあ、いわゆる印税を受け取った時がまずは出会いですよね。なんかあまりそういうことを若い頃って意識したことないと思うんですよね。特に私はやっぱりシンガーソングライターというか、表に立って歌い手になりたいみたいな気持ちが強かったので、あんまりそのなんか著作みたいなところをやっぱ意識して10代の頃は活動したことがなかったんですね。で、そんな中でその初めて楽曲提供っていうのをさせていただいて、あ、なるほど、そのギャランティーではなくて印税という形で受け取るんだっていうのを、あ、まあ、確かになるほどみたいな、でこう明細みたいなのを初めて受け取った時に、ああ、こうやって回収されてこうやって形になるんだなみたいなものを、正直その初めて書かせていただいた楽曲が、まあ、シングルだったこともあって、結構多分当時そんな今まであんまり受け取ったことのない楽を多分最初にちょっと受け取ることができて、あ、なるほど、こうやってまたなんかこう普段のギャランティーのお仕事とはなんかこう違う形でこんな風にお金を受け取ることができるんだみたいなので、すごく感動した記憶があります。
ね。まあ、最近よくお話しさせていただいているのは、まさにスウェーデン住んでいる時にあのユーロビジョンコンテストっていう、まあ、音楽のオリンピックみたいなものがヨーロッパで主催であって、それ結構あの挑戦していて、ちょっといいところ行った瞬間もあったんですけど、それがちょっと道半ばで帰国してしまったので、ちょっとそこへのチャレンジはまたしてみたいなって思ってます。なので今年の6月にまたそのユーロビジョンのコライトキャンプがあったりするので、そこにはもう早速今エントリーして、結構積極的に動いていこうかなって思っているのと、子供歌とかもどんどん書いていきたいなと思いますし、なんか基本的にはやっぱり新しいことだったりがすごく好きなので、やっぱりあの書いたことのない分野のものもどんどん書いてみたいなと思います。音楽が多分すごく好きで楽しいっていうところがまずはあるのかなって思いますね。だからなんかみんなに会えるのが嬉しくて、曲が書けるのが楽しくて、だから頑張れちゃうみたいなところな気はします。やっぱライブがすごく好きなんですけど、だからライブを見に行って、自分の曲でこう踊ってくださってる方とか、こうかかった瞬間うわーってなってる方とか見ると、あーなんかかけて本当よかったなみたいな気持ちになるので、まあ、そういうところでこう定期的になんか皆さんからエネルギーをいただいてるっていうのも結構あるかもしれないですね。音楽はもうなんか人生みたいなところだと思うので、この仕事という意味では、まあ私、まあ、とはいえなんか音楽にまつわるいろんな仕事を実はさせていただいて、巡り巡って今この作詞作曲家っていうところをやらせていただいているんですけど、まあ、なんか転職っていうのはなんか恥ずかしいなとは思うんですけど、でも本当に実際そのプレッシャー、書くことに対してのプレッシャーでしたり、まあ、納期のストレスみたいなのあるんですけど、やっぱ曲を書くことがしんどいって思ったことってやっぱりないんですよね。まあ、ある意味呼吸的なところと近いのかなと思うんですけど、呼吸しないと苦しくなるじゃないですか。だから多分音楽作っている時一番健康だと思いますし、ただそれがあんまり激しいと過呼吸になっちゃうしみたいな、なんかそのまあバランスはあるかなと思うんですけど、なんで自分のこの作詞作曲っていうものは、まあ、自分にとっては本当呼吸っていうことになんか近いなってある時すごく思ったことがあって、そうですね、なんで自分にとってはなくてならないものだし、まあ、ある意味生きている理由でもあるのかなとは思ったりします。